暇なのか？暇とはどういう意味だ？君たちがバーテンダーをしていると聞き、様子を見に来ただけだ。お、さすが耳が早いな。で、バーテンダーの体験はどうだ？そうだな、聞くのが早すぎるぞ。オイラたちまだ始めたばかりなんだ。いや、今の気持ちを聞きたいだけだ。楽しめそうか、それとも不安に感じているだろうか。思っていることをそのまま口にしてくれればいい。なるほど。おい、オイラには聞かないのか？オイラの感想は、おいしいだ。ならいい、よかった。グレーバレーサンセットを作ってくれないか。サイズは任せる。ああ、急がなくて大丈夫だ。悪くない味だ。材料がいいからな。新鮮な果物を使ってるから何も加えなくても甘いんだ。なるほど、モンドの大地に感謝するとしよう。グレーバレーサンセット、これは僕が初めて作ったドリンクなんだ。僕がまだ子供だった頃、父さんが材料をいくつか並べて、試しに何か作ってみろと言った。どんなものを作ればいいのか、どうやって作ればいいのか、父さんは何も教えてくれなかった。多分、僕の実力を試してみたかったんだろう。最終的に僕が作ったのが、このジュースだった。これを？父さんも驚いていた。ただ当時の僕は、ジュースは甘いものだとばかり考えていたんだ。だから、他のことは頭から抜けていてね。今思えば、あれほど稚拙で短絡的な考えもないだろう。僕は、そんな風に考えたことがなかった。何しろあの時、父さんは何も言ってくれなかったから。だが、ありがとう。それから、君に渡したいものがある。ただ、君がバーテンダーとして、もっと経験を積んだ後に渡すとしよう。君の実力なら、きっといい仕事ができるはずだ。おいらも、応援するぞ！ああ。君たちの成果に期待してる。僕はこれで失礼しよう。時間